いや、だから私に言われてもだな。君ならば、そのカリブディスが飛ぶのを助けてくれる。必ずそうしてくれるはずだと聞いた。偉大なるエメトセルクよ、どうか頼む。その子に飛び方を教えてやってくれ。じゃないと、ヘルメス、今からここで大胆に転身する。おやおや、こうなったら手を貸してあげた方が早いと思うな。何がおやおやだ。仕組んだのはお前だろう。そんな人聞きの悪い。私はただそういう素晴らしい選択肢もあるって提示をしたまでさ。お願い、エメトセルク。私は手伝いのために来たんじゃない。それだけはよくよく覚えておけよ。おい、地上からカリブディスを飛ばすのはお前がやれ。私が力を貸すのは空中での補助だけだ。それじゃあ私たちはこの辺りから見物していようか。さっきの質問だけど、ほら、エメトセル君がなぜ14人委員会に入ったのかって話。実は最初に14人委員会への誘いを受けたのは彼じゃなく私だったんだ。エーテルを見る目を買われてね。でも私は断った。確かに見ることにかけては人並み以上だけれど、あくまでも見るだけだ。エーテルを操作する方はどちらかというと下手な部類なのさ。実際転身もできないしね。見て知ることができても結果に対応する術がなくちゃ仕方ないだろう。その点エメトセルクは完璧だ。エーテルが見えるだけじゃなく、それを自在に引き寄せて強大な魔法を使うことができる。あれほど偉大な魔導士を私は他に知らないよ。だから私は彼を推したんだけど、彼を推薦する声は他にもたくさん届いていたんだ。それも世界中からね。なんでも以前彼に手を貸してもらった人たちが、彼の実力は確かなものだって声を上げたらしい。当人は驚いたんじゃないかな。彼としては人助けをしてたつもりなんてこれっぽっちもなかったようだからね。私とエメトセルクにはもう一人仲のいい友人がいるんだ。それがまあ、なんというか面白い人でね。やらなくてもいいことにいちいち首を突っ込んで、あわや大惨事みたいなことが常で。エメトセルクは呆れてばかりだけど、まあ心配もしているわけさ。だから呼ばれればついていくし、
必要だと判断すれば助っ人に駆けつける。結果として周りからはエメとセルク自身が人助けをしてるように思われたってわけだ。本当にとびきり愉快な友人たちさ。彼らの望みが叶うようにすること、それが私にできる最良の星への貢献だ。エメとセルクは14人委員会の座は名数に等しいと言うけれど、だったら私の名数は友人たちのそれに等しいのだろうと思うよ。いけないね、つい語っちゃった。どうにも君には親近感が湧いてしまうものだから。やっぱりその色、君の中にある色のせいかな。これほど似ているのに違うものだなんて、そんなことある？すごい！カリュバディス、上手！うん、あれならもう大丈夫。飛ぶ練習は終わりで良さそうだ。近くまで行ってエメとセルクに手を振ってあげなよ。終了の合図代わりにさ。